向山緑地は、愛知県豊橋市向山大池町にある都市公園。緑地の象徴的な存在として、向山大池があり、向山大池公園とも呼ばれる。常応3年、三河吉田藩主の小笠原忠友が、郡代の長谷川太郎左衛門に命じて、大池を作らせたとされる。大池の水はやがて、吉田城の外堀に入り、豊橋城下の下水道や農業用水として用いられた。1888年には、本格的な農業用水として、室用水が建設され、大池は農業用水としての役目をほぼ終えた。太平洋戦争前の大池には貸しボートがあり、豊橋工兵隊の若い兵隊が乗って遊んだという。戦前から戦後間もない頃には、今日の交通公園の場所に動物園があった。太平洋戦争後には、黒真珠の養殖をしていたこともあるという。1967年には多目的ホールとして、豊橋市民文化会館が開館した。戦後には南端に大池通りが開通し、また池の北側が埋め立てられたため、池の面積は大幅に縮小している。JR 豊橋駅から南東に約 2km、国道1号の円6峡交差点の南西すぐに、向山緑地がある。豊橋市街地の中央部の台地の上にあり、幹線道路の対角にある飛び地を合わせて、緑地を構成している。母園 2.2 ヘクタールを除いた面積は 17.13 ヘクタール。ありがとうございます。